アペップという巨大な蛇の姿のモンスターは、古代エジプトの古い時代から混沌または地震、疫病というネガティブな象徴の悪魔として見られ、太陽神ラーの宿敵として見られていました。というのも、毎晩太陽が沈んだ後、太陽神ラーは地下世界のアペップと戦い勝つことで、朝に太陽が帰ってくると信じられていたからです。それゆえに古代エジプトの神官たちは神殿でアペップを退散させるお祈りを定期的にしていました。そんなアペップ退散の儀式の中で、1年に1度盛大に行われるものがあります。それはアペップの姿をした人形を作り、それを古典版にし、最後は燃やすというもの。というのも、アペップの姿の人形にエジプト中の悪いものがつくと信じられたので、それを燃やすことで次の年を迎える人々を清める意味が込められていたからです。明確な時期は不明ですが、古代エジプトの新年の前後だったとされます。ただその蛇の姿のアペップの人形でも怖がってしまうと悪霊がついてしまうと信じられたので、エジプト第18王朝時代の神官たちはアペップの倒し方が書かれたアペップ退散の書を人々のために書き、怖がらないように誘導するほどです。そんなアペップの象徴の色が赤色で、神官たちは赤いアペップの姿の人形をボコボコにしてから最後に燃やしていたとされます。ちなみに赤色は古代エジプトで血と同じ言葉で表されてもいました。しかし、なぜアペップが新年あたりに古典版にされる存在となったのか。それはアペップが古代エジプト特有の自然現象を擬人化した存在となったからです。アペップは太陽神ラーの宿敵ですが、どちらも同じ母女神ネイスから生まれているとされます。このネイスという名は、先ほどのユダヤ教の新年最初の月の名ニーサンや、古代中国のニアンの正式名ニアンシャオとよく似た名前なのですが、この女神ネイスを象徴するのが古代エジプトの発展に必要不可欠だったナイル川です。なのでネイスから生まれたアペップはナイル川からやってきた蛇という存在でもあります。ではそんな古代エジプトの新年は7月半ばだとされ、大犬座にあるドッグスターこと最も輝く星シリウスが一度現れてから70日間姿を消してまた現れるタイミングが新年の基準とされていました。そしてこのシリウスの2度目の出現は、ナイル川の氾濫の時期がもうすぐやってくるというのを知らせてくれる重要なサインでもあります。というのも、古代エジプトでは栄養を持った土地が流れてくるナイル川の氾濫はその後の農耕に必要不可欠だったのです。なのでだいたい9月あたりから次の年の1月ぐらいまで続くナイル川氾濫の時期になると、古代エジプトの人々はそれに備えていました。またナイル川はこの氾濫の時期になると土壌の影響で何度か赤っぽくなることもあったであろうと現在の科学者たちが指摘しています。実際に紀元前1600年あたりに書かれたイプワーの話で、川は血となった。もし人がそれを飲むと、それを拒絶し水を探し求める。それゆえに外国の民がエジプトにやってきたと書かれています。また実際にこの書物の後半には、ナイル川が血のように赤くなっているとも書かれています。古代エジプトでは赤いものすべて血と関連付けられていたと考えると、この話は褐色に変色した川とその後に発生する疫病を表したものだと考えられます。つまりナイル川の化身の女神ナイスから生まれたアペップは蛇のように流れるナイル川氾濫の擬人化となり、その時期にナイル川や他国の川が不吉に赤くなり疫病を運ぶので、アペップに赤の象徴がつき悪魔とされた可能性があるということ、そしてこれから起こる川の氾濫を恐れないことと、川が赤くならないのを願い、アペップを古典版にする儀式が生まれた可能性があります。そしてアペップイコールナイル川氾濫の擬人化というのが確実だと言える絵がこれ。この絵には犬たちが前におり、手がある蛇のような生き物がいます。そしてその後ろに太陽神ラーと犬の顔のセトシンがおり、その下にアペップがいます。これは古代エジプトの新年あたりに見ることができた自然現象の擬人化の絵で、このセトシンを含めた犬たちがシリウスを含めた大犬座を表し、早朝の大犬座とシリウスが輝いた後に太陽が昇るので、犬たちがバークに乗った太陽神ラーを導いています。そしてこの太陽神ラーに勝負を挑むのが蛇のアペプで、この時期あたりから毎年始まるナイル川氾濫を表しているのです。
この絵ではセトシンが重要な役割を担っているので、エジプト第19王朝あたりに描かれたものだと思われますが、もともと毎日戦っていた太陽神ラーと混沌の悪魔アペップの話を1年の終わりと始まりをかけた神々の戦いとして表したものだと言えるでしょう。なのでこの上部分が太陽側で、アペップがいる下部分が混沌の世界を表し、エヌたちの下に蛇がいる理由は、シリウス率いる大犬座は72時間ほど隠れるので、犬と蛇の戦いを表しているのかもしれません。ではアペップイコールナイル川氾濫の擬人化をまとめると、氾濫の時期になると時に疫病を流行らすナイル川の擬人化にされたアペップの人形を古代エジプトの新年あたりにボコボコにすることで、疫病やその他の災難の退散を願った儀式が行われていたということ、そしてこのアペップ退散の新年の儀式が古代中国の周王朝にわたり、年越しこと怪物のニアンから身を守る春節の祭りとなっていきます。さっきニアンはライオンのように町を徘徊すると言ったのに、アペップは蛇じゃないかと言われそうですが、先ほどのアペップ退散の書には足の盛り方なども書かれているので、蛇に足が生えた竜っぽいニアンと本質は変わりません。またニアンは山からやってきたとも言われていますが、アペップも東から昇る太陽ことラーを西の山で待ち伏せしていると書かれている遺物もあるので、山から来たというのとも一致します。なので新年のタイミングは違いますが、古代中国の春節は古代エジプトが起源と言えるのです。しかしもし春節のニアン伝説の起源がアペップ退散儀式だとすると、ニアン伝説とよく似た旧約聖書の杉越の祭りで疫病役を演じるヤファウェはアペップと同一なのか。ここまでヤファウェの本質的な同一神はアモン神やゼウス神などの古代の神々と話してきました。ただヤファウェが杉越の伝説でアペプと同じ役割を持っていることから、この二神の関係は否定できないわけですが、これが確実だと言える物語が聖書にはあります。それが蛇の物語。旧約聖書の中で蛇はモーセを助ける神聖な生き物として登場します。有名な物語はモーセが兄のアロンと共に憎き古代エジプトのファラオに会った際、杖を蛇の姿に変えファラオを驚かせるものですが、これ以外にもモーセと蛇の重要な物語が2つあります。1つ目がモーセが初めてヤファウェと出会った時の話。それはある日モーセが赤く燃えている木を見つけると、そこから声が聞こえ、声の主は自らを最高神ヤファウェと名乗ります。そしてそれが本当だとモーセに分からせるために、ヤファウェはモーセが手に持っていたものを蛇の姿に変え、驚いたモーセが手を見ると白くハンセン病のような手になってしまいます。そして神はそれをすぐ治しました。この奇跡でモーセはその燃える木の声の主がヤファウェだと確信し、神の言葉に耳を傾けますというお話。この物語のキーワードは赤く燃える木、蛇、そして紀元前2400年のエジプトですでに存在が確認されている病、ハンセン病です。この燃える、蛇、病という3つのキーワードは、最後は燃やされる病を運ぶ蛇ことアペプとつながるものだと思います。そしてこの3つのキーワードが入った物語が聖書にはもう1つあります。それがモーセのエジプト脱出後の物語、青銅の蛇というもの。モーセたちがエジプトを脱出した後、しばらくさまよったので、その人々の中に不満がたまった者が現れ、モーセと最高神ヤファウェに対し文句を言ってしまいます。その行いに対しヤファウェは燃える毒蛇たちを送り、その蛇たちは神に逆らった者たちに噛みつき、次々とあの世へ送りました。これを止めるためにモーセがヤファウェに祈ると、ヤファウェは蛇を作り棒の上に飾れ、それを崇めれば助かるというので、モーセは青銅で蛇を作り、その通りにすると残った人々は助かりましたというお話。蛇は疫病または病のシンボルだと考えると、この物語の次々に人々をあの世へ送る毒蛇というのは疫病の比喩で間違いないと言えます。そしてその蛇たちは燃えているとされています。つまりこの物語にも燃える、蛇、病という3つのキーワードがあるのです。この2つから分かるように、旧約聖書での蛇は燃えると病というキーワードがあるヤファウェの力を表す神聖な生き物だということが分かります。
そしてこの3つのキーワードとドンピシャでつながるのが、古代エジプトのナイル川氾濫の際、時に水が赤くなり疫病を運ぶ自然現象を擬人化した儀式で最後は燃やされる蛇、アペプなのです。また旧約聖書では、ヤファウェが古代イスラエル人をいじめるファラオを懲らしめるためにナイル川を血の色の赤にする話がありますが、ここまででわかるように、赤い川で疫病を起こすアペップの特徴をヤファウェの力として描いていることもわかります。そう、ヤファウェと蛇のアペップのつながりは確実と言えるでしょう。そしてこの説を後押しするように、実際にヤファウェイコール蛇として見る考え方が存在します。それがグノーシス主義のヤファウェ。主義の違いで定説の聖書の物語を信じる信者からは異端とされてしまった秘密結社の起源の一つとされるグノーシス主義ですが、最高神ヤファウェイことグノーシス主義名デミュージはライオンの顔を持つ蛇として描かれています。つまり神々の集合体エロヒムことヤファウェイに蛇の神の要素もあると信じる者が古代から存在したということです。また見ての通り、このヤファウェイの見た目は蛇のようでライオンのような中央長起源のモンスターニアンとウリ2つの存在。少し前にコズ天皇の庶民将来伝説とつながるヤファウェイの杉越の話をしましたが、もしこのライオンのような蛇が聖書の編集者が想像した杉越伝説でのヤファウェイの姿であれば、春節でのニアン伝説との同一説は否定できないほどだと言えます。そしてこれは同時にニアン伝説の起源である古代エジプトのアペプ伝説とヤファウェイの杉越伝説の同一説もほぼ確実となるのです。しかし、たとえヘビが神聖な動物だとされていたとしても、なぜ古代エジプトでネガティブなヘビとされたアペプの伝説を旧約聖書ではポジティブな存在のヤファウェイの物語として使ったのか。その理由は、古代エジプトの人々が自然現象を表す過程でアペプが悪者とされただけであって、アペプの本筋のモデルである地球の蛇はもともと悪者ではなく、古代エジプトでも最も重要な神の一柱だからです。そしてエジプト第18王朝起源の古代イスラエル人の中には、この蛇の地球神を崇拝する者もいたので、旧約聖書の編集者は蛇の神の特徴をヤファウェイの特徴として引用したといえます。ではまず、そんな地下世界の蛇アペプの起源とされる神の正体は誰か。それが地球神ゲブ。このチャンネルを長く追っている方なら覚えている人も多いと思いますが、この地球神ゲブは宇宙の女神ヌトこと、日本語名セオリツヒメの夫であり、セオリツヒメイコールセオリツヒメという言葉遊びから、大祓の言葉で唯一登場するセオリツ姫の役割がこの古代エジプトの絵だけで読み取れると過去に話したと思います。そんなセオリツ姫こと女神ヌトは宇宙の擬人化の女神で、古代エジプトの神々の母であり、その宇宙のヌトが2つに分かれて誕生したのが地球の擬人化ゲブです。なのでゲブはヌトの夫であり子供でもあります。そしてそんな地球神ゲブにはアペプとつながる手が生えた蛇の姿の絵も存在し、実際にゲブは蛇たちの父親とされています。先に結論を言うと、この蛇たちの父地球神ゲブが時代を経て巨大な地球世界の悪魔アペプへと移り変わっていきます。それゆえにアペプには疫病だけでなく、ゲブと同じ地震という特徴もあるわけですが、アペプの起源は地球神ゲブだと言える理由の一つに、アペプの生みの親ネイスの存在があります。というのも、アペプとラーの母親ネイスにはいくつか別の名前が存在するのですが、その一つがヌト。そう、宇宙の女神ヌトと全く同じ名前なのです。つまり宇宙のヌトとナイル川を擬人化したネイスことヌトの子供たちはどちらも地球の蛇ということになります。ではなぜここまで2組の神々がつながるのか。それは自然現象を擬人化したネイスことヌトとヘビアペプのペアは、宇宙規模のヌトとゲブのスライド現象によって新たに付け足された神々だからです。簡単に言うと、宇宙の話を古代エジプトの自然で例えた時に新たに別のアイデンティティを持った神々を作ったに過ぎないということです。詳しく言うと、現在でも天の川と呼ぶことから分かるように、
宇宙は古代エジプトに限らず全世界的に水の世界だと信じられていました。そしてそんな水である宇宙を表した女神ヌトの鏡写しがナイル川だと古代エジプト人は信じていたのです。というのも古代エジプトでは地上の世界は天の世界の鏡写しの存在だと信じていたから。例えばピラミッドがオリオン座と同じ配置なのはこの法則に従っているからです。それゆえに宇宙の鏡写しである地上のナイル川の化身ネイスに宇宙の女神ヌトという名前が残っているのです。そして宇宙のヌトから生まれるゲブが蛇の姿ということなので、その宇宙の女神ヌトが起源のネイスが表すナイル川の氾濫がゲブと同じ蛇のシンボルとなり、名前を変えアペプとなったということです。そして古代エジプトではナイル川の氾濫を利用した農耕が盛んになるにつれ、太陽が重要な存在となり、太陽神ラーが古代エジプトの最高神となります。その一方で赤く染まったナイル川の氾濫が疫病を流行らし飢餓をもたらすので、赤い蛇のアペプが太陽神ラーの宿敵となっていきました。ちなみに自然現象や自然そのものも神格化し、どんどん神様の数が増えていくこの古代エジプトの伝統はそっくりそのまま日本の伝統になっていますね。日本風で言うならば飢餓をもたらすアペプは地球神ゲブの新玉みたいなものです。話がそれましたが、蛇のアペプが悪者にされたのは当時の古代エジプト人の生活環境の変化による神々のスライド現象によるもので、蛇の姿の地球の神はもともとポジティブな存在のゲブでした。それゆえに蛇の神の特徴が旧約聖書での蛇の姿のヤハウェの特徴として書かれていても不思議ではありません。言ってみればアペプの疫病伝説を新たま的な特徴として描いたのが杉越伝説といえます。ではここまで古代中国の竜のニアンと蛇の姿のヤハウェの起源である蛇アペプ、そのアペプの起源は蛇の地球神ゲブだという話をしてきましたが、なぜゲブやアペプの顔が蛇なのに対しヤハウェやニアンの顔がライオンのような見た目なのか、その理由は簡単。まず蛇型のヤハウェの顔をよく見ると、このライオンの特徴を表す縦髪は太陽の光だということがわかります。そして犬や猫のような哺乳類系動物の顔の後ろに縦髪のような太陽の光があるのでライオンとされているのです。そして体が蛇では、この見た目はどこから来たのかというと、それが先ほど見せたアペプが描かれたこの古代エジプトの絵なのです。この絵の前方には大犬座を表す犬たちが描かれ、その少し後ろに太陽神ラーがいます。この犬とその後ろにある太陽というシンボルを一つの顔だけで表したのが蛇型のヤハウェのライオンの顔の由来です。そしてその大犬座とラーの下にあるアペプを含めた蛇の存在をヤハウェの胴体としたので、ヤハウェの体が蛇となりました。アペプを含めた蛇たちには足があると信じた者が古代中国へ渡り、ニアンこと竜となっていきます。つまり蛇型のヤハウェの姿も、竜の起源である古代中国のニアンの姿も、アペプが描かれたこの古代エジプトの自然現象の絵の特徴をひとまとめにしたものと言えます。ただ瀬戸神を抜いてですが、ちなみに太陽神ラーは鳥の姿をしている存在ですが、この絵での太陽神ラーを太陽ではなく鳥の特徴である羽で表し、すべて合体させたものが西洋に伝わるドラゴンの起源です。ではなぜ蛇型のヤハウェの姿に瀬戸神の特徴を入れなかったのかと言いますと、エジプト第18王朝に起源がある古代イスラエル人からすれば、
セトシンは彼らの宿敵である第19王朝よりの神様だからです。旧約聖書でのモーセのモデル、アクエンアテンを倒したセティの名前の由来がセトシンの君であり、このセティという名前が聖書での悪魔名サタンの由来ということからわかるように、古代イスラエル人はセトシンを敵の神だと見ていたのです。ちなみに、このエジプト第18王朝と第19王朝の敵対関係は、ここから数年経った後も形を変えながら密かに続いていきます。それを一番わかりやすく表したのが、この絵。これは紀元後12世紀あたりからヨーロッパに広まった伝説、セントジョージとドラゴンの戦いを描いた絵です。見てわかるように、セトシンとアペプの戦いの絵と似ていますね。物語はというと、リビアのシレネという町の人々は、毒を広める一体のドラゴンに苦しめられていたので、それを和らげるために、毎朝2頭の羊を生贄として捧げていました。しかし、すべての羊が生贄に出されてしまったので、人々は次に我が子を捧げるようになります。そしてある日、くじ引きで国王の娘が生贄に選ばれ、そのドラゴンのところへ向かいます。それを止めるべく登場したヒーローが、キリスト教のセント・ジョージ。姫と協力し、ドラゴンを倒します。その後、聖ジョージと姫は、気絶しているドラゴンを町に運び、国王と町の人々がキリスト教へ改宗するなら、ドラゴンの息の根を止めると言います。このドラゴンに長らく苦しめられた国王と多くの人々がキリスト教へ改宗することを約束したので、セントジョージはとどめを刺し、最後は火で燃やしました。というお話。もうわかると思いますが、町に毒子と疫病を広め、羊の生贄を必要とするドラゴン、または同じ起源の蛇っぽい竜といえば、グノーシス主義の蛇型のヤファウェです。そしてこの蛇型のヤファウェの起源が古代エジプトの蛇のアペプで、この絵で描かれているセトシンとアペプの戦いの描写は、セントジョージとドラゴンの戦いと瓜二つであるだけでなく、ドラゴンが最後は燃やされるというのはアペプの最後と全く同じです。50年以上前から考古学者たちに指摘されていますが、このセントジョージとドラゴンの戦いは古代エジプトのアペプ VS セトシンのオマージュなのです。ただ、このチャンネルだからこそ言えることは、このドラゴンはアペプを土台にした蛇型のヤファウェイでもあります。そんなグノーシス主義のヤファウェイを倒したのがキリスト教のヒーローで、人々をキリスト教へ改宗させるのです。これが意味するのは何か。それは、このドラゴンがヤファウェイのモデルだと悟られないように、エジプト第18王朝起源の古代イスラエル人、特に蛇型のヤファウェイ信者に向けたキリスト教改宗運動。聖書を信じるキリスト教にとってもヤファウェイは最高神なので、このドラゴンがヤファウェイのモデルの一つだとバレれば、信者にとって神への冒涜となってしまいます。なので、それをうまくごまかしながらドラゴン崇拝は悪だという文化を根付かせるための物語なのです。そしてこの因縁は古代エジプトの時代から着々と続いています。一つ例を挙げると、イギリスのイングランドの国旗は、セントジョージがドラゴンを倒す時に現れる十字架のシンボルを元にしてあるのですが、くしくもこのイングランドの隣にあるのがウェールズで、赤いドラゴンが国旗に描かれています。アペプの特徴が赤で、これが古代中国で赤い竜のニアンとなると少し前に話しましたが、ウェールズの竜も赤。こう見れば世界史も今までとは違う角度で見えてきますよね。